おはようございます。1月31日金曜日の東京インフォメーションです。2018年東京都人口動態統計年報が発表されました。それによりますと、2018年の出生数は10万7150人で、前の年より1840人減りました。減少は3年連続です。合計特殊出生率は 1.20 で、前年の 1.21 より下がりました。2年連続で低下しています。死亡数は11万9253人で、前の年より2800人多く、12年連続で増加しました。出生数から死亡数を引いた自然増減数はマイナス1万2103人で、3年連続で自然減となりました。婚姻件数は8万2716組、離婚件数は2万2706組で、いずれも前の年より減っており、3年連続で減少しました。詳しくは福祉保健局のホームページでご覧いただけます。去年実施された捨て看板などの共同除却キャンペーンの結果がまとまりました。23回目となったこのキャンペーンは、都や区市、道路管理者、警察などが共同で、去年9月から11月にかけて、江東、品川、目黒、大田、練馬、葛飾の6つの区と、立川、府中、小金井、小平、国分寺など13の市で違反広告物の除去を行ったものです。期間中、張り紙、張り札、立て看板、広告旗など1573枚を除去しました。除去した違反広告物を業種別で見ると、不動産業が最も多く、およそ 95% を占めました。東京都健康安全研究センターで今年度2回目となる環境保健衛生講習会が行われます。今回は、知って安心、測って納得、基礎から学ぼう放射線です。専門家による放射線の基礎についての講演をはじめ、放射線測定など放射線の性質に関する実習、また放射線に関して参加者からの疑問に講師が答えるグループディスカッションが行われます。来月28日金曜日午後2時から5時まで、東京都健康安全研究センターで開催されます。往復はがき、またはホームページの専用フォームから来月19日水曜日必着でお申し込みください。定員は50人で、申し込み多数の場合は抽選になります。参加費は無料です。また事前申し込み制で保育サービスもあります。おしまいはこちら、東京水辺ライン2月と3月のイベントクルーズのお知らせです。来月は28日金曜日に、水上バス隅田川に架かる橋梁の特徴と見どころ、橋の風景の今昔が開催されます。隅田リバーサイド会議室で、震災や空襲から復興した隅田川に架かる橋についての講義を聞いた後、浅草寺二天門前船着き場から台場までクルーズし、橋の構造を下から眺めます。参加は中学生以上で、料金は3800円、定員は42人です。また3月は12日木曜日に、花形歌舞伎の明治座へ船乗り込み、歌舞伎観劇と見どころ解説が行われます。吾妻橋船着き場から浜町船着き場までクルーズしながら、歌舞伎の解説を聞き、明治座で中村勘九郎、七之助兄弟の舞台を鑑賞します。参加は中学生以上で、料金は幕間にいただくお弁当とお茶がついて1万5000円、定員は38人です。いずれのクルーズも往復はがき、またはインターネットの専用フォームから来月10日月曜日必着でお申し込みください。国内でも新型コロナウイルスの感染者が報告されていますが、東京都は過剰に反応することなく、マスクの着用、手洗いの徹底などの通常の感染症の予防策を行うよう呼びかけています。また新型コロナウイルスに関する都の電話相談口が開設されています。電話番号は 03-5320-4509、
午前9時から午後9時まで受け付けています。ここまで東京インフォメーションでした。